GE4-481 号機時代の姿。1928年、ブロネーシャン B 博物館鉄道に譲渡された GE4-481 号機。2008年ブロネーシャン B 博物館鉄道に譲渡された GE4-481 号機。2010年 GE4-481 号機の中間台車、小景車輪と、 電磁吸着ブレーキを装備レーティッシュ鉄道 GE4-481 系電気機関車はスイスのレーティッシュ鉄道のベルニナ線の山岳鉄道用電気機関車である。1908年にベルニナ鉄道として開業したレーティッシュ鉄道の ベルニナ線では開業以来主に電車が牽引する列車で運行されていたが、輸送量の増加に伴い一部列車については、機関車牽引とすることとなったため、1916年に GE6-681 型として製造されたのが本機であり、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、手電動機の製造を BBC が担当し、 価格は1両約184,364.40、スイスフランである。抵抗制御による、時間定格出力 455kW、750V もしくは7 0 5キロワット 1000V、最大牽引力 92KN、750V もしくは 148KN、1000V の協力機であり、過重3トンの荷物室を併設している。当初は、 軸配置 CO2CO CO であったが1929年に改造されてボニ棒となって GE4-481 型となり、ベルニナ鉄道がレーティッシュ鉄道と合併した後に181号機に改版されている。ありがとうございます。